お悩み解決バラエティーなんちゃらウェンズデー。こんにちは。こんにちは。チアトラコです。花岡葵です。平島みゆきです。お願いします。よろしくお願いします。さあ、今月もね、始まりましたね、はい、お悩み解決、なんちゃらウェンズデーですね。ね、6月ですけどね。6月 ね、なんか疲れてませんみたいな顔がね。なんか始まってからもなんかドボーみたいな。大丈夫？ちょっとなんかね、ここのところね、お疲れ案件がいろいろございました。なんかさ、立て続けに来るよね、ああいうのってね。確かに確かに。なんかさ、1個とかじゃなくてね。そうなんだよね。まあ自分に限らずさ、自分の周りとかさ、なんかもう変なの来た後にまた変なの、まだ来る、まだ、君もあなたもみたいな。なんか、みんなね、そうそうそう、同時タイミングでね。まあ、昨日ね、満月でしたしね。ああ、満月的な。天体的な。天体的な。水星なんとか的な。そうね。エネルギー的な。エネルギー的な。すぐ倒れちゃう人いますからね。満月だから具合悪くなっちゃうしね。理由は何でもいいでしょ。理由は何でもいいんですよ。あと実際、天候のこの、なんか変化でね。地名とかもね、あるよね。今日も天気悪いしね。天気悪いのでね、ちょっとドヨンって。いやこの湿気もさ、結構辛くないですか。確かに確かに。なんか息苦しい感じしません。気圧がやっぱりね、こうぐーっと下がってるから、そのせいでね、そうそう、ちょっと息苦しい感じ。これだから梅雨明けたらまたさらに7月、8月、9月って暑くなって、もうやだってなるからね。うわーってね、秋早く来いみたいな感じになるね。秋3日間ぐらいしかないからね。秋も寒いからね。急に寒くなるからね。わかりますよ。春もね、短かったもんね。短かった。春も4日か5日ぐらいしかなかったよ。ここに来てまたなんかちょっと冬に逆戻る。そうそう、なんだこの天気みたいなね。ちょっと寒くなっちゃったりして、よくわかんない感じでね。頑張っていきましょう。変な人が出てくるのは天候のせいじゃないと思うんですけどね。わかんないけど。なんでしょうね、この時期。気の目どきって言いますか。気の目どき。気の目どき。いや、本当に東洋医学であるね。気の目どきって、やっぱ気が芽吹く時っていうのは、やっぱりエネルギーがこう、わっと、生命のエネルギーが出てくるから、ちょっとその気の目のそのエネルギーにやられて当たっちゃってる人が。あ、そっちに。そう、ちょっとこうやって、出しちゃう人とか。エネルギーあたり。キャーみたいな人とか。あ、それ多い。痴漢って大体5月ぐらいでしょ。変質者とか。そういう情報が、ほら、近所のそういう情報が、不審者情報ね。そうそう、スマホに来るんだけど、なんか最近多いでしょ。多い、確かに。気の目どきは出てくるのよね。この間なんて全部っていう人が出た。来るみたいな。来るコンプリート。えってなって。はいはいはい。たまにいらっしゃるわね。早く捕まってほしいですね。叱るべきところで出してくださいね。叱るべきところってどういうとこだろう。どこすべき時はあるじゃないですか。ああ、まあね、入浴とかね。そうそう、そういう時以外はちょっともう秘めておいて。秘めていただいて。そうですね。落ち着くねん、このメンバー。本当ね。そうでしょ、そうでしょ。落ち着きますね。こういう話はもうね、いくらでも。いくらでもできますよ。いくらでもできます。変な人の話ね。本当に。できますよ。もう一晩中飲めるんじゃないかって。ああ、そうですね。お酒が進んじゃう。お酒が進むね。そうそう。じゃあまあ今日もね。ご質問、ご相談を紹介していこうかなと思います。もうこんなしょうもない番組にありがとうございます、本当に。どんどん、どんどん、はい、行きますか。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、まずは最初のお悩みでございますよ。はい。八方ふさがりさんから。もう相当困ってらっしゃるね。住んでる？八方ふさがり？なんか寒川神社とか行った方がいいかな。はい、では参ります。皆さんこんにちは。いつも楽しく見ています。相手に何かを伝えた時に、分かったと言われたのに、後になって
聞いていない、知らなかったと言われることがよくあります。ありますね。分かったと言われたらこちらは分かったんだなと思うので、それ以上説明したり念押ししたりするのは失礼かなと思うのでしないのですが、実際は伝わっていなかったとなるとどうしていいか分からなくなります。こんな時どうしたらいいでしょうか。困ってますね。私も困ったことある。困るね。ある、ある。ああ、まあわかるよ。わ、うん、かる。具体的な場面は今全然出てこないけど、わ、うん、かる。わかる。わかる。あるよね。あるよね。言うたやんみたいな。そうそうそう。でもね、分かったって言われたら、あ、分かったんだってなるよね。分かったって言っちゃいけないよね。分かってないもん、ね。うんうんうん、耳に入ったっていう報告が正しいよね。そうだね。耳に入った。今音声が何かみたいな。あなた今何か音声を発しましたよね。発したのは分かりました。そのレベルだよ、ね。そのレベルだよね。だから B さんこれやっておいてくれる？分かりました。って、なんかルルルルル聞こえました。なんか言われたな。そう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 。音を発したんでしょ、ね、音を発して鼓膜に振動が伝わったことは分かりました。内容までは分かりません。そういうこと、うん、そういうことなんだよね。聞こえたことは分かった、うん、分かりましたって言っちゃいけないんだけど、そうね、なんかね、そうね、それ分かりましたって言われたら困っちゃうよね。なんかさ、そういう時に、うん、なぜかその知らないとか分かんないとか聞いてないっていう人が上になるじゃん、うんで、説明した方側が下になっちゃうみたいな、この上下関係が生まれない、あ、なんかそれがね、私消せないのよね。説明した方が悪いみたいな。そう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 、説明がちゃんとなされてなかった、なされてない方がなんか、うんうんうん、まあ、私もともとそういうなんか契約とか、うんうん、そのクレーム処理とか昔仕事でやってた時に、うんうんうん、その説明をするじゃない、規約の説明とか、うんうんうん、ね、こうこうこうですよ、こうですよって細かい字でね、そう、分かりました、ここ重要ですからねって説明するじゃん、はい、あ、分かりました、じゃあ分かったらここサインしてくださいってサインするじゃない、うんうん、で、いざその契約をじゃあ解除しますとか、うんうん、途中解約しますってなった時に、うんうん、聞いてない、ご飯説明受けてないって、いや、でも説明してサインしてるじゃないですかって言っても、うんうん、いや、それは分かんないみたいな、知らないみたいな、聞いてないみたいな、あなたは説明しなかったみたいな、いや、言うじゃない、いや、忘れてるだけだし、分かってないだけだし、みたいな。だけど、なぜかやっぱり、うん、まあ、その時は、自分がそのサービス提供者側で、相手がお客さんだから、やっぱりお客さんの方が上みたいに、日本はなるじゃない、そう。だから、結局なんかこっちが折れるみたいなことがやっぱり多くて、なんでそういうなんか、アホの方が上に立たれるのかって言っちゃった。だってそうじゃない、なんか、こっちはさ、言ってるのに、その耳に入った後、その脳の中で処理するまで責任取れないじゃん。本当よね。そう、まさにそういうことよね。そうそうそう、ここからここ、うん、よ、本当に。そう、でもさ、よくさ、あのクレームのお電話とかする、クレームっていうか何かね、問い合わせのお電話とかすると、サービス向上のため、録音させていただきますってなるじゃん。はいはいはい。でそれはさ、まあ、電話でした場合はね、録音してるからいいけど、うんうん、その実際のこの契約の場とかで説明するときって、別に録画もしてないし、録音もしてないじゃない。でも例えばそれを録音するとかってまたなってくると、なんかすごいよね、それは。そうだよね。それでさ、そうだよね、大変になっちゃうじゃない。そうだね。そうそうそう。今ただでさえ面倒だね。でもそれぐらいの、ね、結局必要性が出てきちゃうっていうことじゃん。うん、一体言わないっていう話になっちゃうから。一体言わないがね。そうなんだよね。なんかどこまでアホの方に基準を持っていくかによって、すごいいろんなサービスが煩雑というか、増えていくんだよね。それこそその取扱説明書がどんどん分厚くなるみたいな、そうそうそう、なんか電子レンジに子供入れちゃいけないとか、なんか猫を乾かすのやめましょうとか、考えたら分かるでしょみたいな。でもなんかアホの方の理論を優先していくと、書いてないからとか、子供を洗濯機に入れちゃいけないって書いてなかったからとか、そのレベルがどん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 増えていくんだよね。でもそうやってさ、すごい丁寧な説明書を作ったとて、うん、読まないでしょ。そうなんだよね、読みはしないんだよ、読みはしないよね、アホだから、読みはしないんだよね、お前らアホのためにどんどんたくさん書いてるのに、分厚くて読めないとか言うのね、厚くなって読めない、文字が多すぎるとか、ね、目が滑ってるんだよ。だからそれこそここまで入るけどこっちに行ってないからね。どこ行っちゃうの、ね、どこ行っちゃうのよ。ドベーってなんか下から出てくるのか知らないけど、うんうん、なんかあれが別個になってるのが不思議だよね、うんうんうん、なんかさパッと見た時にさ、うん、なんちゃらウェンズデーって文字が書いてあったとして、うんうん、あーなんちゃらウェンズデーって文字があるなっていう文字を見たらさ、うん、目に入ったイコールもう頭に入って内容も理解するのが当たり前じゃん、うんうん、そうね、うん、だけど
文字を見るのと、うん、その内容を理解するのが別個の人もいるんだよね、うん、システム的にね。それがそう面倒くさいんだよね、うん、そうだから意識してなかったら、うん、そう見てるんだけど認識しないっていうのを、うん、聞いて耳には入ってるんだけどそれを、うん、あの意味を理解しないとか、うん、そういうことが本当に起こる。起こるらしいね。恐ろしいことが。そう、恐ろしいよね。そこまで責任取れない。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 取れないよね。で、分かりましたかって、分かりましたって言われたらもう、あ、じゃあ分かったんだなって、今、うん、じゃ あ, あの分かったこと、じゃあもう一回言ってくださいとかってさ、あ、そうだね、先生が今言ったことをもう一度言ってごらんとかね。ではここで問題ですとかさ、私が説明したものを20時以内で簡潔に説明しなさいってなっちゃうんだよね。できるかそんな。第1章第3項に書いてあったことは何でしたでしょうかみたいな。テストしなきゃいけなくなっちゃう。それじゃ困るよね。本当にね。一つ言えるのは、うん、あの分かりましたか、うん、分かりましたって言った人が分かってないってことはこの人は嘘をついたってことよね。そうだね、うん、ってことはどっちが悪いかって言ったら確実にこっちの方が悪いよ。そっちよ ね, そっちよ ね, ねだからこいつが上に立つっていうのはありえないんだよ。そうよね、本当よね。 そこからちょっと是正していかないとダメだなって思います。どうしたらいいかな。どうしたらいいでしょう。強気に、あんた分かるって言ったよ。逆切れする。逆切れ。なんか今はさ、結構風潮としてさ、うん、なんか弱者側とされる方による風潮はありすぎるよね。ありますね。なんか分かんないって言ったら、じゃあ分かんないんだったら、うん、ではじゃあもうちょっと勉強しなさいじゃなくて、うん、なんか言ってる側が分かんないか、うん、じゃあこういう教え方にしようかとか、もうちょっとこうやってみようかとか、なんかそういう甘やかしってわけじゃないんだけど、うん、なんか、ね、そう、そこが過剰にはなりすぎてる感じはあるよね。そうだね、うん、だから別にそういう風にしてても通っちゃうっていうかね、うん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 、なんか別に昔みたいにさ、なんか根性で全部覚えろみたいな、そういうのがいいとは思わないけど、うんうんうん、でも今あまりにも過剰できない人とか理解する気がない人に対してまで歩み寄りすぎてる感はあるよね、うん、職場にしろ勉強にしろ何にしろさ。そうですね、うん、まったれんなって話ですね。そうね、うん、そこ基準にしちゃうんだ、へーみたいな。 あと、ね、前ももしかしたら言ったかもしれないけど、あの、うん、よくあるのがそのなんか張り紙、うん、注意書きの張り紙ね、分かるよそれぐらい言われなくてもっていうことを書いてある。例えばトイレをきれいに使いましょう、後の人のためにきれいに使いましょうとかって書かれてるのを、なんか毎回目にするとすごい私は嫌な気分になる。分かってるって思うんだけど、でもそうやって書いてあっても汚くなってたりも絶対するから、見てないから ね, そうね、汚す人はそもそも読まないんだよね。で、汚さない人はそれ見て嫌な気持ちになるんだよね。なっちゃうから、じゃあどうしたらいいのって話だし、本当そうだよね。もう絶対分かってるよっていうことなんかこう念押しされたりとか説明されたりとかするのも分かる。もう嫌っつうんだよね。今やろうとしてたところがいつもやってんだろうがこっちはみたいな、一緒にすんなあいつとみたいな、あいつ分かる分かる。そうそういうの結構あるから、そういう結構ストレスとかよく感じるんだけど、分かる。そうなんだよね。なんか逆に普通に仕事とかでもさ、うん、ちょっとはっちゃんがそれ入れ忘れそれしないように注意してねって言われた時にさ、うん、俺今まで一度も入れ忘れしたことないけどなんで言われたんだろうとか、言う側もほらアホなこと言われるとなんだろうなみたいな、あ、そっか入れ忘れるやつがいるんだみたいな、いや、そこ基準にしちゃうとさ、なんか普通に入れ忘れない人もイラッとするっていうか、基準低く低くするとどんどんイライラしてくるよね。うん、そうだね。そうだね、だからどうしようもないっちゃどうしようもないんだけど、どうしようも本当発砲塞がりでそれこそ、うん、発砲塞がりだね。本当に困っちゃう。家行ってみようかね。本当にね、神社行くしかないんだろうな。お祓いですか。お祓いかな。お祓い系ですか、ね、だって、うん、なんだろう、その発砲塞がりってさんは、うん、悪くないじゃない。だって説明しているっていうか、うん、その分かりましたかって確認もしてくれてるし、そうで、なんなら相手を不快にさせないように、うん、なんか念押しとかしつこいのも、うん、なんかあんまりしないようにしてて、うんうんうん、相手のことも考えているし、うんうんうん、にもかかわらず相手が消えてない、知らない、分かんないってそれはお前の頭が足りんせえやろわみたいな感じなわけだから、もう何もそんなにね、あのなんか
あなたがどうこう変える必要は全くないと思うのよね。そうだね。なんならその相手が変わらなきゃいけないじゃないですか。そうだね。そうそう。そうだね。でもそういう相手って変わんないんだよ。変わんないね。そういう人たちとしてなんか村を作っていい。いや、ずっと住んでればいい。住み分けしたい。だから本当頭にステータスを出していってほしい。そのウィンってさ、なんか頭スカウターみたいな、そうそうそう、欲しいよね。まあ、僕私ちょっと頭おかしいです出しててくれたら近づかないじゃん。それマジで欲しい、ねね、さっきのほら変な人の話もそうだけど、そう、ね、そう初めてからさ、そう近づかないじゃん。本当そうよな分かってたら近づかなかったわっていう、ね、そうそうそう、そうありましたね。さっぱりそのね常識人ぶった人がそうだとまた面倒くさいんだよ ね、 ね、パッと見そういう風に見えないのに、うん、蓋開けてみたらえみたいなことが起こる。そうそう、それやっちゃうんだみたいなね。もうつい最近起こったので、うん、あったよね、あったのですごいそれはわかるし、端々に出るよねそういう人って ね、 ね、なんかそういうのをこうキャッチしてあっやばいって思ったらすぐにこう離れるっていう、そうだね、なんかできれば離れられるなら離れた方がいいよね。いや本当そうですね、それが一番ね、もう関わらない、その時そのハポフサハリさんはそういう人に対してはもう、うん、じゃあ一旦そこはもうその場を収めて、うんうん、でも早急に立ち去る、立ち去る、ね、その方があの身のためということですかね、うん、いや本当にそうですよね。まだどの場面かわかんないけどね、うん、もし仕事ならね、うんうんうん、やめらんないのかもしれないし、うん、まあなんかお母さんたちの付き合いとかさ、なんかいろいろあるだろうから、うんうん、そうね、でもなるべく一緒にいる時間はなんか担当変えてもらうなりなんなりして、うんうんうん、ちょっと離れられたらいいよね、離れるっていう風にね、うん、しないとよね、うん仕事にね、最悪だってこの世の中に仕事いっぱいありますから、うんうんうん、ね、お仕事だったらもう辞めて別のところに、ね、るとか、なんか、うん、いろんな手段も取れるわけですしね、うんうんうん、本当にそう、そうそう、それぐらいの案件ですよ、本当に危険ですからね、そういう人たちはね本当に声の届かない人っているからねでもさ、聞いてない、知らなかったはさ、結構私家族でもあるから本当そうなんだ血縁はなかなか切りがないわね。血縁っていうか、まあ、あのね、パートナーね。そうですね。言ったよね。聞いてないみたいな。あ、うちもそうや。何度か言ってますよね。そう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 。聞いてないみたいな。聞いてない。でも諦めてる私。私あの時言ったし、この時も言ったし、ちゃんと覚えてるのに、いや聞いてなかった。それはもうどうしたらいいですかってなりますよ、本当に。そうだね、本当に。分かる。うちもそうなんだよ。なんなら返事もしてるからね。そう、返事もしてる。返事してて、それ返事してて、もう、まあ、生返事だよね。そうそう、理解、それこそ理解してないのにただ返事だけ反射的にしてるみたいな。脊髄反射だよね。いや、本当にそう頭まで行ってないんだよ。行ってないの、脳を通してないのよ。いや、本当そういう時あるあるよね。うちもね、あれなんです。だから要は私が夜この日いませんよっていう日の1週間前にリマインド、うんうん、3日前にリマインド、前日の夜にリマインドして、当日の朝に、え、今日の夜いないのだから。え、前日の夜に前日の夜にリマインドしても当日の朝に、え、今日いないんだっけみたいな、絶対言うんですよ。あるね、でもある。ありだからもうだから言わない。だから1週間前と3日前と前日のリマインドが無駄になるから、うん、当日の朝だけに言うっていう風に、今は落ち着いてます。まあでもそれで対応できる。あ、でも文句は言わない。あ、でも文句言いたげだったら、うんうん、あのさ、忘れるでしょ。あのさ、今までちょっと何度かあったよねみたいな。わかるよね、私の言いたいことだ。私でもそういう時は一応その何週間か前とかに、何日か前とかに、この日大丈夫っていうのを確認する。あ、まあ、大丈夫ぐらいはね、大丈夫か確認、うん、まあそれで大丈夫じゃなかったことは今のところ一応ないからいいんだけど、うんうんうん、だからもう別に覚えてなくても、そうそうそう、まあ、とりあえずその日は大丈夫っていうことだから、まあよしっていう感じ。そうですね、それで大丈夫なかったら、うん、もう切れ散らかしますね。もう知りませんって話で、大丈夫って言ったじゃんみたいな、本当よね、あーみたいなね、ね、それもステータス出してほしいんだよ。いや、ほんと、ほんと、ほんとに。そのさ、ね、あの、一個も引っかかりがないのがまたすごいよね。うん、だから、さ、そうじゃん。言ってんじゃん。この人で出かけますよって言っててさ、で、向こうは、うんとかさ、あったとかさ、はーいとか言ってんじゃん。うん、それがその日が来た時にさ、うん、あー、なんかそういえば彼って聞いてた気がすんなーとかさ、あ、なんだっけ、とかになら分かんない。うん、え、蹴ってない。そのゼロベースの状態で、もうゼロ、そうそうそう、
それ言えんのはすごいよなって。すごいよ、ここまでよく生きてこれたな、うんうん、トートバッグがいる、うん面白いんだよな。いや、本当にね。そう、だから離れられるなら離れて、離れられないんだったらもうしょうがないって。もうね、いろいろと対策をね、考えて、もう諦めるっていう境地にね。その人は諦める。その人は諦める。そうそうそう。それも一つの手ですね。で、まあ、大丈夫なように一応お膳立てはしておいて。リスク期待しない。ね、そうそう、リスクヘッジね。大事ですね。っていう感じ、ね、っていう感じでしょうかね。そうしましょう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 。期待しない。止まらない。諦める。諦める。本当そうよ、ね。ね。はい、そんなところで良いでしょうかね。八方ふさがりさん、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ではここで、いつもの。いつものやつ、いつものあれですね、はい、いつものあれです、よろしくお願いします。パンティーですね。そうそう。なんちゃらウェンズデーをご覧の皆様、こんにちは、ハチアトラコです。CM を挟みたいと思います。前者後者判定メニュー、地獄の50質問。はい、まあ、タイプ診断だよね。前者っていうタイプと後者っていうタイプ、自分がどっちかなっていうのが、分かるメニューになっています。はい、詳しくはブログの方を見てください。はい、で、そんな前者の方におすすめの、前者の僕らが普通に暮らす街、排他的オンラインサロン、前者だけを集めた、オンラインサロンだね。はい、中で話したことは外には一切、漏らさないというね、排他的なサロンになっています。はい、おすすめです。で、あとは、メニューで、悪口代行サービス。あ、そうだね。はい。悪口代行サービス。職場でのイライラ、人間関係のストレス、もやっとしている方へ、っていうものになっています。はい。まあね、なんだろう。なかなかさ、大っぴらに悪口って言えないじゃない。なんか、イライラしてても、なんかムカつくなとかさ、なんか違うんだけどなとかね。あると思うんだけど、そういうのをまあ相手に直接まあ言ってもいいんだけど、まあ、そうじゃなくって、とりあえずね、トラちゃんの方に、お話をしてみていただいて、すっきり会長になってもらえればなというサービスです。はい、結構ね、評判がいいので、受けた方の評判はものすごく、いいので、おすすめのメニューになってます。はい、あとは、YouTube やってるよとか、まあ、女装の写真集出てますよとか、グッズショップやってますんで、かわいいね、なんか欲しいものあったらどうぞ、みたいな感じでございます。はい。告知はそんなところかな。はい。じゃあ、いつものやつをやって終わりたいと思います。はい。このコーナーは君が今履いているパンティの色で今日チラチラおっぱいを占っていくコーナーだよ。ノーパンで聞いてくれてる子はこれから君が履こうと思っているパンティの色を思い浮かべながら聞いてね。では参ります。ラッキーパンティから占いだね。はい、今日のナンバーワンラッキーパンティカラー、わはーい、紺色。はい、紺でいきましょうね。紺でいきましょう。はい、紺の方おめでとうございます。はい、続いて逆の、最も運の悪いアンラッキーペンティーカラー、わはーい、紫。はい、紫ですね。はい、紺と紫って近いよね。近い、でも違うよね、別物だよね、紺と紫はね。はい、なので、なんだろう、まあそんな感じ。はい、またね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、予習しちゃった私。あ、そうなんだね。そして寄せてみました。あ、いいと思います。ラッキーだね。ラッキーパンカラーでございます、今日は。
間違えてない紫じゃないね。違います。よかった紺色。あ、よかった、よかった。じゃあ超ラッキーよ。超ラッキーほぼ同じ色なのに何が違うんだろう。紺と紫でよかったです。いいのかな、ね、いいことしかないよ今日は。いいことしかないね。はい、そんなところでね、はい、お楽しみいただけましたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。というわけで、じゃあね、次のご相談ご質問に参ります。はい、はい、では、バンバンママさんから。バンバンママさん、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今、小学5年生の息子について悩んでいます。うん、息子はゲームが大好きで、うん、特に銃で撃ち合うようなゲームをずっとやっています。あ、面白いよね。楽しいね。親としてはそんな乱暴なゲームばかりしていては教育上良くないのではないかと思うのですが、ね、でも好きなことを規制してしまうのも良くないという話も聞きます。皆さんならどうしますかっていうご質問でございますね。はい、やらせときゃいいじゃんって思うだよね。何が問題なんだよというふうに思うけど、うんうんうん、でも気持ちは分かるよ、うんうん、ね。なんかやっぱりね、そう、あの特にうちもね結構あのみんなゲームが好きだから、うん、この時ずっとやってるし、うんうん、それこそその打ち合うようなものもやってるし、うん、あとやってる時にすごい暴言っていうか、はい、すごい口が悪くなるっていうのはちょっと心配なのはあるけれども、はいはい、でもそ逆になんかそこで発散してるから普段は全然絶対そういうこと言ったりしてるし、私まだクソババも言われたことないですなんなら本当に優しいいつも、うん、けどそこだけはもうなんかこっち込みの本田さんみたいな感じで、まあ、バイクまたがったら共演したみたいな、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じだし、なんかやっぱりその好きなことをとことん突き詰めるっていうのはすごいいいってね、よく言うじゃないですか。これ前も話したかな、なんかノーベル賞の、ノーベル賞の話してたね。そうそうそう、自分がその好きなことをずっと親がね、あの規制しないで、それこそご飯食べるのも忘れてやってるのを、うん、あのそのままにさせておいてくれたから、まあ、そういう偉大な方になったっていうお話もありますしね。なるほど。そうだね、まあ、心配だろうけど、うん、やらせてあげてって、ね、なんか、ね、多分子供の頃の記憶で残るのって、うん、多分そのゲームいっぱいやって楽しかったみたいなので終わるか、うんうんうん、いや本当はゲームやりたかったんだけどさ、うちの親毒親でさうちの親本当厳しくてさ、好きなこと全然やらせてもらえなかったんだよね、本当、うん、マジ嫌いみたいに、まあ、なんかどっちの印象が残るかっていうだけでも、ね、多分違いってあるよね、うん、いやそれこそなんかゲーム禁止、1週間ゲーム禁止とかっていう風にされるっていう話を聞くんですね、子供たちの友達で。え、すごいなって思うんですよ、私だったらとてもじゃないけどそんな規制できないなんなら私が無理だから、それをなんていうのコントロールすることが無理だからなんか言いたくないし、やりたくないけど、ね、でも結構そういう風にされる親御さんとかもいるみたいで、すごいなって思うんですけど、でもね、なんかやっぱりその突き詰めてその好きなことをやるとかもそうだし、一見そのネガなことに見えても、うん、やっていくうちにそれがこうプラスの方に働く、あの、うん、言ったらね、トラちゃんのさ、あのディスリネガなところで、ね、あ、ネガだね、ネガなことじゃないですか。 だけどそれがやっぱりこうやってね、ディスることで他の方もなんか、うん、そう思ってたとかっていう風にこうちょっとあの明るい気持ちになったりとか、ね、そうこう笑いに変えたりとかっていうことができるんで、なんか前さん何か投稿であげてたけど、ね、本当にちっちゃい時からそういう性格だったって。いや、本当よ、なんか小学生のさ卒業文集みたいなやつすごかったよ、ディスってたもんね。そうディスったで、実はほら、小1から小6までのその6年間の総まとめでみんなあの書くわけ、感想っていうか卒業の卒業アルバムに載っけるからって言われて書くやつだから、そうそう、だからなんか運動会が楽しかったとか、なんか文化祭が楽しかったとか、マラソンがきつかったけどいい思い出になりましたとかってみんな書いてる中、
なんか俺はもう、悪口でばっかり書いてたなんかうるさくて寝れなくてどうしたみたいな、そうそうそう、修学旅行、そう、修学旅行なんで修学旅行の東京タワーがどうのとかなんか鎌倉の大仏がどうのじゃなくて、修学旅行の夜の寝る時の話を書いて寝る時の苛立ちだよね、そうそうそう寝る時にあいつのいびきがうるせえとか車の音がうるせえとか東京の水がうまくないとかそういう文句ばっかりでバーッ書いてクレームが書いてあるねそのクレームが6年間の集大成っていうもう生き様をねいや本当にね素晴らしいよ、すごいよね、俺読んで、あ俺こんなちっちゃい時から文句ばっかり言ったなと思って変わんねえなと思ってうん、だからそこをね生かしてるのかどうか知らないけど、うんうん、いやいやいや、うんね、でもねなんかほら文句言うのが好きだからさ、うん、ほら個人の名指しの文句は言わないよ、うんうんうん、あこいつ連れてきてこいつが悪いんだとかっていうのやんないけど、うんうん、概念とかさそういうこといるよねとかさ、うん、なんかあるあるとして話して、うん、なんか面白いでしょってわははで終わる、うん、なんかそういった使い方ができればいいよね。でそれも同じさ、そのゲームで人殺すだか撃つだかのゲームもさ、まあそこの部分だけ切り取ったらあんま良くないけどさ、うん、でももしかしたらほらそこからさ派生してさゲームの開発者になりたいとかさ、あるいはゲームの中に出てきたその例えばなんか景色が良かったからこの景色のところ見に行ってみたいとかさ、なんかこの装備品のこの服装がいいから服装のねファッションがあれでどうのこうのとかいいかもしれないし、そうどこからどう繋がるかも考えますしね。もう別にね、うん、今ね、お母さんの目の前で誰かマジで人をターンってやってなければ問題が、ね、起こってないんであれば、うん、ぜひそのまま続けさせてあげた方が、ね、いいんじゃないかなって思うよ ね。それこそさ、そういうね、ゲーム、例えば何か事件が起きた時に、うん、その容疑者の部屋に行ったらゲームがいっぱいとかね、うん、そのなんか動画があったとか、うん、押収されたとかっていう話になると、うん、やれ、そのゲームを規制しろだの、そうだね、ね、そういう話すぐなるじゃないですか、うん、でもそれって結局そういうものに触れる機会をこう、なんていうの、こう立っていったら、うん、じゃあ そういうことがいいか悪いかっていう判断をできる機会をなんか奪われてるっていうか、実際にそういうものにこう触れて、じゃあどうすんのって言った時に、まあ年収じゃないですけど、でやっぱりそういうところで考える、例えば物語だってそうじゃない、ね、お話の中でって人が殺されたりするお話だっていっぱいあるじゃない。でもそういう時にじゃあそれはどうなの、いいの悪いのとか、そういうことを考えるのがそういう、まあ、お話の役割っていうかね、もうあるわけじゃないですか、一面としてね。本当その通りよ、ね、そうだからそういうのもやっぱ必要でしょ。だって鬼滅の刃なんて第1話からもうご家族しまみれじゃないですか。あれ、ね、私見れなかったもん、辛くて。いやこれ小学生見せやばいでしょって思ったけど、でも実際結局小学生みんな鬼滅大好きだし、なんかその炭治郎とその禰豆子のああいうなんか絆とか、その善逸とね伊之助とね友達になってとかっていうような、ああいうなんかそういうものをみんなこう得てるわけじゃない。そうだよね。多分そのなんだっけ、バンバンママさんも、そのこ人を殺しているゲームの人を殺している側面しか見ていなくって、実はそのゲームの中に、例えばオンラインゲームであればそのプレイヤー同士のつながりであったりとか、はいはい、あとバイオハザードであったら、そのなんか攻略性とかその探求性みたいなものも結構要素としては入ってくるし、なんかそれこそ、ね、私の知り合いで昔書店をやっていた方がいるんですけど、その方はなんかバイオハザードの攻略本の発売が遅いから捨てたかっていう先のなんか攻略マップをお客さんで配ってたみたいな、そういうなんだろう、ただただ残虐なゲームだから怖いとか危ないとかじゃなくて、意外とそういうなんかこうユニクリエイティブなものをこう生み出している、つながりが、信頼が生まれたりとか、仲間と協力するとか、なんかその兄弟を思いやるとか、そういうような要素が入ってたりするからね、一概には言えないよね。だからそういういろんなことをこういろんな側面から考えられるっていうベースを作ることの方がやっぱり大事で、それをこう見て、いや人殺してイベーイっていう、そういう反応しかできないとしたら、ちょっとそれは問題があると思うんだけど、でもじゃあどうしてそうなっちゃうかって言ったら、やっぱりいろんな刺激が足りなかったりとか、その親からの働きかけが、まあ、わかんないです、正しい間違ってるわからないけど、なんか十分じゃなかったりとかね、こうあのそういうものをこう与えてもらえなかったりとかっていうことが
結局結果としてそうやってなってくるわけだから、うん、それが悪いわけじゃない。そうだね。意外とこう、うん、学校で流行ってるから、うん、その流行りに乗りたくてとか、うん、友達と話を合わせたくてっていう理由でやってる子もいるだろうし、そのゲーム単体ではなく、その、うん、なぜその子がそれをやってるか、うん、何どういうポイントで楽しんでるかっていうのも、うん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 、合わせて見てあげるといいんじゃないかなって。そうね、それもそうですね。思いますね。そうだから、そのさっきもその、ね、ゲームやってたら、あのゲーム開発だったり、あとそのファッションだったりで、うんうんうん、いろんなところをね、あの それその子その子で本当に見てるところが違うし、好きなものも違うし、うんうん、同じものに対するその反応も全然違う。でまたちょっとあの真面目な話なんですけど、うん、私結構なんかその学校教育とかについてすごい最近考えることが多くて、うん、あうちのね、あの一番上の子は不登校、バリバリ不登校やってたんですよ。で中学校ほとんど行ってなかったし、でそれこそずっとゲームやっていました。で、あのやっぱり最初はねすごく悩んだんです。小学生の時からちょっと怪しくて、うん、で中学校入っても全然行けなかったんだけど、で、まあ、義務教育じゃない中学校までって、うんうん、そうだね。で義務教育だからやっぱり人として人としてっていうかね、うん、日本の教育の、まあ、ベースじゃない。だからそこをやらないで過ごすっていうのはすごい損失なんじゃないだろうかって、その人の人生にとって、ね、そう心配で、すごいなんかこれを逃すことってこの子にとってすごい損失になっちゃうんじゃないだろうかってすごい思ってたんです、最初の頃は。なんだけど、ある時あれ、この義務教育のカリキュラムってじゃあ誰が決めたの、本当に これ全員に必要ですかって思って、うん、だって本当にそれぞれ違うじゃない、うん、特性も違うし得意なことも違うし、うん、でじゃあ実際大人になってね、小学校中学校の内容全部完璧に覚えてる人なんていないじゃないですか。ね、っていうこともでもちゃんと皆さん立派に生きてらっしゃる、うん、じゃあ別に大丈夫じゃないって思って、もうよし分かった、じゃあもう君は好きなように生きたまえって私はあの思ったんですけど、だからで、 なんかそのでも自分でやっぱり興味のあることとかはすごい自分で今ね、うん、特に情報いっぱい溢れてるから、その好きなことはもう勝手に吸収するし、うん、勝手に勉強するし、でいつからだってあ知りたいなと思ったら知ることができるから、うん、なんかそんなにその学校に行けないっていうことが、あのまあ、損失っていうことはないんじゃないんだろうかっていうふうに思うし、で、あ、うん、で、あとはやっぱりその学校っていうことが、あのそれこそみんなが同じように全部のことをやらなきゃいけない、できなきゃいけない、ここを目指して、ね、みんなが同じように進まなきゃいけない、うん、っていうことで、なんか苦手な子は一生懸命頑張らなきゃいけないし、うん、逆にできてる子は待たなきゃいけないしみたいな、そういうこうなんか差も生まれてくるし、なんかその苦手なことを頑張るのってすごい無駄なエネルギーだと思う、うん、確かにね。でだって実際その全部のことをあの世の中で一人の人がやらなきゃいけない場面ってそんなにないじゃん。そうないね。みんなそれぞれ得意なことで生きていくわけでしょ、うん、だからそれを得意なことをやっぱ伸ばすっていう方が絶対こう、うん、社会的に全体社会全体として効率がいいんじゃないだろうかってすごい思って、だからね、なかなか今のその学校では難しいと思うんだけど、なんかもうそれこそ学校を作りたいなって思ってるんですよ、私。必要かもね、今 ね結局、まあだいぶ増えてきているとは思うけれども、なんだろうな、私は苦手なことをできるようになる必要はないなと思っていて、でもただ苦手なことに、うん、とりあえず1回はチャレンジしてみるっていうのは私は必要だと思うよ。やりたくないからとか、うん、食べたくないから、食べず嫌いやらず嫌いは、うんうんうん、やっぱりなんかこうなんだろう、自分の世界が広がらないから、うん、やってみるっていうのは重要だと思うんだけど、うんうん、やってみたってできないものはできないのってあるじゃない、うん、いや、そうそうそう、私は泳げないしやってみたって泳げないから、うん、そう、それをなんか泳げるようになるまでやれっていうあのプレッシャーはすごくやっぱ苦痛だったし、うん、そうだね、そう、うん、だそれやらなくてもいいっていう環境があるっていう場所がありますよっていうだけでもね、違うよね。そうだね、うん、あとはさ、その苦手だと思ってたけど、なんか切り口を変えたら、うんうん、あっていう、なんか、うんうん、あの意外とその教え方だったり、うんうん、アプローチの仕方を変えたら、あ、すごい分かったとか面白くなったとか興味が出たとかっていう風になると、またそこが伸びたりとかもするから、うん、そういういろんなこうチャンスをあの与えられるような、そうだね、カリキュラムだったりとかね。それこそ本当に子供ってあの
得意なこととか好きなことってめちゃくちゃ吸収するじゃない、うんうんうんね、だからそういうのをなんかうまくこう使って伸ばしてあげられるっていう、そういう場所に学校がなったら本当にいいなって思うんですよね。で自分も実際なんか 今だって学びっていくらでもあるじゃない、うんうん、実際にそうだ ね, ね生活の中もそうだし、うんうん、だから仕事でもそうだし、新しいことをどんどん学ばないとやっぱりやっていけないし、そういう学ぶことに対する意識だったりその好奇心だったりそういうところをこ うまく伸ばしてあげる方が大事だよね。 それがさやっぱ嫌になっちゃうじゃん、うんうん、そういうのもなんかダリーみたいになっちゃうともったいないしっていうのがすごい最近思うんですよね。もう小学校からさ履修制にすればよくない、うん、そう本当自分の好きなのだけ、ね、選択科目みたいな、そうそうそう、最低限なんか例えば掛け算書くとかさ、そうそうそう、ね、最低カリキュラムだけちょっとやってもらって、そうそう、ね、感じと、うん、そう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 ね、本当にそれでいいと思う。だってうちの子供小学校1年生と4年生だけど、うん、もう見てて面白いのが金曜日の帰ってきた後すごいウキウキしてるの、日曜日の夜になると、立派なサラリーマン育ってるなって思うわけよ、ね、そうまさに肌筋すごい、これこうやってサラリーマン育ててんだ日本って、でもね、そうだね、ここから植え付けてんだなみたいな、いや本当そうだね、いやそうだそうだね、本当にね、なんとかしてほしいですね本当だねうん、ゲームは大丈夫です。ゲームはね、ゲームは大丈夫、好きにやりましょう、バンバン、お母さんもなんならバンバンやってみる意外と面白いかも、一緒にやるっていうのもいいよね、うんうん、ちょっとお母さんやらせてみてって、うんうん、お母さんの方が熱くなったりしてね、お母さんがあんたもう1時間やったでしょ、まだママの時間がバンバンママになっちゃう、まさにバンバンママになっちゃう、いいと思いますよね、ね、ちょっとやってみてください。そうね、一緒にやってみてください、ね、本当に、うんね、うん、何が面白いのかとか聞いてみてもいいしね。そうね、そうね。どこが好きなのとか、ね、会話が生まれるかもしれないし、うん、そうね、うん、コミュニケーションはとっても大事よね。じゃあまだちょっと時間があるのでもう一つね、今その お子さんの話が出てきたので、うん、ちょっとそれに、関連するお話が来てるんですけど、ランドセルさんからです。ランドセルさん、はいはい、ネットで話題になっているランドセルを楽に運べる散歩セルについてどう思いますかっていう質問なんです皆さん知ってます散歩セル。私ちょうどね、あんまりはっきり知らないんだよね。ちょうどね、少し前にね、見たんですよ、ネットで。なんかネットニュースで話題になってたよね、うん、そう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 、なんだっけ、たまたまね、見たんですけど、それを送られてきたので、おおって言って採用なんですけど、なんか、小学生が、うんうん、そのランドセルを背負っていくのにめちゃくちゃ重いっていう話は聞いたことあります。重たいですね、なんか教科書を毎日、ね、持って帰ったり持ってきたりしなきゃいけないのですごい重くなっちゃう。でしかも今そのタブレットとかもあるから、そうなんだ、あるあるある、あとなんかその感染対策で冷水器が使えないから水筒を持ってかなきゃとか、とにかくどんどん荷物重くなっているっていう状況がある中で、なんとですね、小学生自らそのランドセルを楽に運べる、ツールを開発した、発明した子がいて、でそれを実際に商品化したっていう話なんですよ。すごいね。なんかね、こうパイプみたいな、うん、こう、なんか見たな、そうね、ものにパイプみたいなやつを装着、キャリーがついてる、うん、なんていうんですか、カートみたいな、コロコロだね、そう、コロコロがついていて、それをこうランドセルにガションとはめ込んでキャリーケースとして使えるというものを、でもう本当に何コンパクトに畳めるので、うんうんうん、持ち歩きもですごく軽くて、うん、それ自体ね、で荷物が重い時にこうして引っ張って歩けるっていうものを開発したんですよ、うん、小学生ですよ、すごいね、すごいね、アイディアだね、そう、いいね、なんですが、でもすごいと思うじゃん、うん、なんだけどそれを周りのその、まあ、それをネットでね、こう出しました、うん、たら、そしたらその大人たちがそれについて批判をしているというお話があるんですよ。
私もびっくりしたんですけど、えそのネットニュースに対して大人が、うん、ヤフーニュースのコメントみたいな感じで、そうコメントバカだなほだの言ってる、そう、ね、なんかその商品っていうかそのものに対して、うん、なんか子供のことを考えてない人が作ったんだろうとか子供が作ったのに子供のこと知らない人が作ったんだろうとか、あとはなんかそのちゃんと記事読め、荷物を重たい荷物を持つこともなんか別居のうちみたいな、前もやれよじゃあのやることがもうなんか一つのその経験みたいなことを言ったりとか、昭和に帰れ、そういうなんかもうとんちんかんな的外れなあの批判がねすごいあるんですよ。だからちょっともしあるとね、散歩セルで散歩セルで検索するとあのゴミくずみたいなコメントが出てくる、わかりましたっていうのもまた記事になってるんですけど、そういうのがありましたっていう記事になってるんですけど、そう、私もちょっとね、あのたまたま本当に見たところだったんで、うん、あのすごい旬だったんですけど、うん、でしかもそれに対してその開発者の小学生がちゃんと返事をしてるんです。えらいね、すごいですよ、大人なんですよ ね、 でしかもそのもう返事がもうまさにバサに火の打ちどころもない答えなんですよ、本当にね、すごいな、もうその子たちのねもう将来が本当に楽しみと思って、私はすごいあの嬉しい気持ちに、ね、逆になったんですけど、でもそういうやっぱ批判をする大人がいるっていうのも事実だし、もう本当ごめんねって本当恥ずかしいって思って、私はそういう風に見たんですけどね、重箱の隅をつつくような、逆にでもその子を開発した子の周りにやってみよ、うん、見なよっていう大人がいたからそれが実現したっていうのもあるから、それは良かったですね、それは良かったよね、うん、そうそうそう、うん、でもなんかあの注文も殺到してるそうで、でしょうねそりゃそうだわ、欲しいよ ね、 ね、いや結構でもね、その荷物重い問題は本当にあの大きな問題になっていて、中学生もそうだけど、うちのご近所の方で、うち割とあの学区の中学校が遠いんですよ、多分徒歩で15分かかる、もうちょっとかかるかなぐらいのところにあるんですけど、その本当に近所の方があのそれこそキャリーバッグで通学させたいって言って、うん、でもそれ禁止なんですよ実は。へー、そうなので、だからそれをわざわざ学校に直談判したとかっていう話もあるんですけど、それぐらい禁止の理由がないもんね、ね、そう、でこの、あのほら今注文殺到してるって言ってたけどさ、うん、せっかく買ったのにさ、うん、学校側がダメとかって、うん、そう禁止っていう話もいうとこあるよね、きっとね、ダメな理由を述べよだよね、うん、明確なね、でなんかそのランドセルを背負うことによって、うん、あの安全だっていうこともあるんだからとかっていう、ね、あの意見もあるんだけど、いやあれしょってたら余計さ、なんかね、バランス崩したりとか、うん、あの危ないんじゃないとかって思うんだけど、なんかその倒れた時 の、 あのクッションにもなるためにやってるとかっていうけど、逆に危ないよね、いや後ろに倒れるとは限らないし、ね、本当に前に倒れたらもう何なら潰されるわね、何なら持ってかれるよね、かえって危険だよ、本当ですよ、だからそういうなんかなんていうのかね、なんか的外れっていうか、うん、そういう言いたいだけなんで、ね、もう言いたいだけで、あと防犯ブザーが手から離れちゃうんじゃないかと、ここにつけるじゃないですか防犯ブザーって、はいはいはい、あのなんか不審者とかに何かされた時にこうビーってなるやつ、ね、もうさ言い出したらだよね、言い出したら本当もう何でも言いたいだけっていうか、本当にすごい、ね、すごい、だからあの自分らが子供の頃はそういう便利なものがなかったから悔しいみたいな、うんうんうん、まあそれもあるでしょうね、うん、きっと俺らが苦労したんだからお前らも苦労しなさいっていう考え方でしょ、うんうん、そういうことだね、いやだよね、でもさそのね、嫌なっていうかその良くない状況を良くしようっていうその、うん、なんていうの、あの向上心だったりとか、うん、そのなアイディアだったりとか、そういうのが本当にすごいと思うんだけど、そうは思わないかいって思うんですけどね、なんか文句言うだけで、例えば俺が小学生だったら、うんうん、ああ重たい、ああマジで重たい、うん、もうほんとやだ、うん、何なのこれ、うん、っていう文句を言うだけで開発まではいかないじゃん、うんうんうん、いかないですよ、そういうことディスディだけだから誰だよこれ考えたっていうか文句だけ言うだけでね、うんうん、
いやそこほらみんなさ例えば置き弁して軽くするとかさ、うんうん、最悪お母さんに車で迎えに行ってもらうとかさ、うんうんうん、そういうことをやってうまくお茶を濁してきたわけじゃん、うん、そうそうそう、うん、それはそのコロコロをこう入れられるよね。あそれを開発するっていうのはすごいよね、面白いよね。うん、でもそれが妬ましいとムカつくんだろうね。ね、うん、嫉妬、あ嫉妬ですね。こういうの嫉妬って言うんですよ。そうですよね、これは嫉妬ですよね。小学生で嫉妬してるんだね。恥ずかしい。大人がね、大人がいい嫉妬ですね。そう、なんかそんなの売れないとかっていう声なのか、注文殺到しとるわって、ね、よく読んでって話だし、本当読まないんだよね、ああいう人たちって、ね、トップのタイトルだけ見て、そうそう、タイトルだけ見て、あーってなって、けしからんって瞬間湯沸かしや反射でね、脊髄反射、だから耳からとか目から入ってもこっちに行かない、行かない、でもここで処理してるから全部背中で処理してる、ブー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 出して、ね、なっちゃん同じ人間として見られてないわねえ、もうその小学生たちがね将来を憂うようなねことになったら本当にもったいないですからね、逆にそれをまあねちゃんとそうやって批判を反論してね、さらに返せたからいいけどね、っていうのがまた素晴らしい、そこで泣き寝入りせずにね出てるっていうのがもう本当に、でもさなんかほらちょっと前にさ芸能人とかでもさ SNS が炎上してそれで亡くなっちゃったとかって人いっぱいいるじゃん、それだけ原因とか、うんうん、今回はほらまあね全然上手に返せるクレバーな小学生だったからいいけどさ、ああいうその会ったこともない、なんなら使ったこともないわけじゃん、その批判してる人って、自分が実際さ書ってさ使ってコロコロ引いてさ、うん、ちょっとこうねえの部分のこの部品がちょっと良くないとかクレームとかご意見なら100歩言って分かるよ、まあ、まあ分かる、うん、僕ちょっと使ってみたんですけど分かるの、うんうん、でもそうじゃないじゃん、なんとなくで見てさ、うん、こんなの売れねえよとかさ、うん、バカガーとかさ、うん、開発しやがってとか適当なこと言うわけじゃん、うん、ああいう何にも分かってないような人間がクレームだけは1万円に言うのって結構だからあるあるだよ ね、このランドセル以外にもさ、いや本当にそう、本当にそう、それこそ匿名だから言いたい放題だしね、とかそういうのありますね、とかさ、なんかなんていうの、自分の都合のいいところだけ出したりとか、そうだね、そういうのもあるじゃない、ね、前後の流れがあっての、うん、この言葉だったりするわけじゃん、うん、これこれこうでこういうことなって、うん、だからこう言った、うん、だここだけ切り取って、うん、切り取って出すから、うん、そうそうそう、炎上したりとかね、うん、あるんだよね、うん、まあ SNS 特有だったりするよね、いや本当それもありますね、会話してりゃさ、そうそうそんなことないとは思うんだけど、そうですね、見せたい人はそこだけ切って見せるからね、うん、すごいでしょなんかとかそういうところではすっごい喋るくせに実際 のリアルでは全然なんか言わないとか、上手に話せない人っていうね、コミュニケーションとかも取れないし、言いたいこともちゃんと伝えられないとか、そうそうそう、面と向かって目を見て話せない人とか、ね、とかそうやってこうやってバーンって投稿とかだったらできるけど、直接 のやり取りはできないとかね、いるじゃん、そういうのね、だからまあそうコミュニケーションですよね、それもね大事、いくらあのオンラインでいろんなことができるとはいえ人間同士だっていうのをやっぱり分かってないと、うん、そういうことが起きますよね、そうですね、なんとなく相手が見えないような状況になっちゃうから、うん、そうやってもうバーンって投げつけるみたいななっちゃうけど、じゃあその投げつけられた人どう思うか考えてよっていうね、うん、ことですよ、まあ、考えられない人は違う村に住んでる、うん、住み分けが一番いいんじゃないですか、本当ですね、とりあえずちょっと、ね、こう、うん、区画を分けていただいてこっちに入ってこないようにこの線から向こうねってしてほしいですけど ね、でもなかなかね難しいですからね、それをこう、まあ、そうですね、セレクトするのも難しいですし、ね、やっぱスカウターが欲しいここで ね、本当に ね見えたらいいよね、開発元のピコンピコンって危険人物、ね、この人は危険ですみたいな、コミュニケーション不全です、かるよ、ちょっと要警戒みたいなねそういうのあったらいいんですけど ね、訴訟が増えそうだよ ね、 あ、そうだね、勝手にヤバい人認定されたとかね、まあ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 、言う人、まあまあ、だからやでみたいな、でも多分相手からしたらこっちがヤバい人なんでしょうね、ヤバいっていう風に思ってるんでしょうね、きっとね、じゃあやっぱりあれ、うん、まあ、違う村に住んでたら絶対それはそうだと私は思ってます、そうですね、
そうです。まあ言わんとしてることはわかるでしょうね。ね本当に。はい、はい、そんな感じでね、ちょっともう、ね、小学生頑張れと私は思ってます。ね。はい、ぜひねこれからあの本当将来楽しみです。彼らのね。そうですね。そんなところですかね。はい、はい、ありがとうございました。はい。今日はあれですか、はい、何かお知らせ的なものはございますか。はい、お知らせ、はい、私お知らせあります、はい、ちょっと画像を出していただいて、ですね、あの、はい、峰島のぞみソプラノに入ったり、はい、私の姉でございますが、うん、ソプラノ歌手をやっておりまして、うん、7月24日の日曜日が宝塚メガホールにて、そして8月6日土曜日が、豊橋市の、ほの国豊橋芸術劇場プラットアートスペースで、それぞれ、公演がございます。で私はあの司会と朗読を担当させていただきますので、あ、ね、まあ、ちょっとね東京ではないんですけれども、愛知県と兵庫県ですね、そちらお近くの方ですとか、お近くにお友達がいらっしゃる方ですとかいましたらぜひあのお誘い合わせの上遊びに来ていただける。で、まあ、夏休みですんでね、ちょっと遠出をして遊びに行きつつあのコンサートにお運びいただいても大歓迎でございますの で両方ともね、ちょっと内容が違います、7月の方は、バイオリンの方と、共演で、愛の歌というプログラムをやります。これもねちょっとお芝居仕立ての内容になってるんですけど、そして、もう一つの8月の方は、普通の、まあ、歌のパートもあるんですけど、歌芝居というね、ジャンルがありまして、歌芝居、うちの姉はですね、ソプラノ歌手なんですが、お芝居も大好きで得意で、なので歌とお芝居を合わせた、歌芝居、今回ね、かぐや姫を題材にしたオリジナルで、俳優の森川雅文さんと、テノール歌手の宮崎とも、宮崎さんごめんなさい、ちょっと読めあとトランペットの中澤さんとですね、共演ということで、ね、ちょっと面白コメディかぐや姫そうなんです、ね、なってますので、よかったら遊びにいらしてくださいねということでした。はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じ で、ね、やっぱ顔似てんね、ちょっと似てますか。似てる、なんか最近似てきたかも。私あんまり似てなくて、なん、割とね、違う系統だったんですけど、なんか最近似てきた気がする。そうなんだ、うん、顔見て、あ、姉妹だって本当、ね、なんか姉は父親にで、私は母になので、なん、全然違うよねっていう感じ。割と若い頃は一緒にいてもなんかお友達ですかみたいに言われてたぐらいで、そうそう、姉妹に見られなかったことが多かったんですけど、でも最近は本当なんかなんとなく似てる感じがします。似てるよね。似てますか。え、何個違いなの？2個上。あ、2個上なんだ。そんなに変わんない。そうそうそう。そうそうそう。なのでね、そう、ちっちゃい頃はね、結構こう、小競り合いが。まあ、そうよね。同性で2、3個つくからね。いじられてたっていうか、よくある話ですけど。あるです。そう。なんか、ほんとくったらないいたずらをいろいろされましてね。してるよ、うちも。娘たちがやってるやってるでしょ。上が絶対ちょっかい出すでしょ。そう、やめないよって言ってるんね。そう、やるやる。そういう風だったんですけど。まあ、高校生ぐらいになるとね、やっぱり大人になるじゃないですか。そうだよ。まあ、それ以降はね、仲良くしてますけど。よかったです。はい。はい、そんな感じの、はい、コンサートです。お近くの方はぜひ、はい、ぜひ仲良しの姉妹を見て、仲良し姉妹を見て、よろしくお願いします。足を運びください、はい、ありがとうございました。いいね、音楽、そうそう、ね、たまにはね、たまにはそういうのも聞きたいですね。いいですね、うん、はい、というわけでそろそろ終わりのお時間が近づいてまいりました、ね、来月は何日、来月は7月20日水曜日ですね、はい、また20日の水曜日に、からまた薬が始まりますよと、ね、同
悩みもね、あのどんどん送っていただいて、フォ、ね、ームが、ね、ありますので、うんうんうん、どういうお話をしてほしいっていうのもそうですね、うん、あのそうですね、お題を、うん、下ネタがいいとか悪口がいいとか、ね、なんなら下ネタがいいとかやっぱりディスリーがいいとか、ね、それしかない、それしかないんかい、うちらはね、でもちょっと真面目なお話もできる、真面目な話もできるよ、何でもできるから、何でも、はい、よろしくお願いしますということで、笑っちゃうよはい、じゃあ今月もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ7月20日にお会いしましょう。またねー。